ハンさん、一番最初のですね、一番古いのに、そこを僕がやりたくて金があったんで、はい、あと、ご当地バーガーが今流行ってるでしょ。関西で一番最初につけたのご当地バーガーが、この作品なんですよ。ほう。それとね、その、ね、あと、あれが、よく知られてまして、ね、堺のアントニアに。すごいですよ。で、あと、受験生がね、よく、紅白から、いろいろ試行錯誤、今のも紅白から。あ、めでたい。おめでたいから。もう何年やってるんですか。こっちが引転して一年目。これは高槻。ちょっとほんならなんか、はい、おすすめの。はい、どっち緊張するの。ありがとうございます。まあいろいろある。座長の料理としてくれたら。はい。白いカレーというのは要するにどういうことですか。僕のツレーズベースを作ってましてね、僕、ライターズカフェやってるのを見てもね、マックの時代から昔の機械座破壊だとしてます。お、そうそう、僕は機械座として書いてます。あ、そうですか。機械座のマックに向かうとはね、ツーサイクルの人とかで、はい、で、昔からです。で、うちのカレーをしました。あ、そういう意味で。